2B2T とは、正式名称は2ビルダーズ2ツールス。これさ、おかしい。マイクロサイトのアナーキーサーバーであり、完全に神が通った後なんだけど。これプレイヤーキル、チート、何でもありらしいです。どうも、しんどいです。バナナが好きな人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録の方法はここ押し、ここ押し、ここ押してください。ということで、 2B2T 生活続きの動画になります。まだ前回の動画見てない人はぜひ右上の i ボタンから前回の動画見てくれると嬉しいです。それでは本編どうぞ。やっと大地がこうさ、陸続きしてる。さっきまでなんか島と島がなんかさ、かなり離れてたんだよね。ここ陸続きなってる気がするんだけど、なってるよね。あー、陸続きなってない。なんでさ、こんな陸続きになってないんだろう。またか。これまた海移動しないといけないのかな。あ、待って、これいる。これは欲しい、これ欲しい。サトウキビ、サトウキビ、オッケー、サトウキビゲット。ボートで、よし、ボートで移動。オッケー、移動します。拠点探し行ってきます。どこ、ここ、どこ、どこ、ちょ待って、どこ、ちょっと待って、天国来ちゃったんだけど。待って、何も見えない。まずい、これどうしよう、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 どうしよう。の太陽下にあんねん、これ。マジちょっと待って、積んだこれ。積んでない、これ。あ、待って、天国、あ、天国脱出した。あ、びっくりした。死んだかと思ったわ。よし、オッケー、陸地発見。陸続きしてればいいけどさ、頼む、陸続きになっててくれるかな。あ、こうやってなんかね、この雑草をね、刈っといて、ただこう種がね、出てくるから、この種をね、しっかりとね、取っておきなさいっていう風に、お嬢に言われたかな、ひなこちゃんに言われたから、ちょ、これ取っとくわ。あ、陸続いてるっぽい、これ続いてない。あ、ここにも人が明らかにいて、あー、これだいぶ進まないといけないね、本当に。陸が全くない。あ、またあった。なんなのこれ。あ、なんかここ作ってる形跡があるよ、ここ。あ、なんか作ってたんだ、ここ。結構でかいよ。待って、なんだここ、何を作ろうとしてたんだ。すごすぎな。よし、ちょうどあったし、移動するか。なんか王国でも築こうとしたのかな、これ。水上生活クラフトしてた、もしかして。ワンチャン水上生活クラフトしてたよね、これね、絶対ね。進むか。待って、あそこにもなんかある？この陸続いてるかな。めいめいちゃんを発見。でかい。もらうよ。ナイス。羊毛ゲット。あ、めっちゃおる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 。やったやった。肉、肉になって。これ肉にする。陸続きになってくれ、マジで頼む。もう水の移動はね、しんどいんだよね。あー、来た来た来た。これ来てる気がする。豚肉吉野家。ちょ、食料でかいよ、食料。あ、いい感じに陸続きになってるよ。あ、見て、ほら。ほら、作業台があるよ。まあ、目指すはフロンティアなんだけど、あんまり離れすぎてもねーっていう感じはある。フロンティアまで行きたいんだけどなー。はぁ、こりゃ先が長いなー。やべえ、マジでさ、永遠にさ、海なんだけど。星が綺麗だなー。星綺麗だなー。なんもねー。ん？なんかある。エンダーチェストがある。待って。見て。謎。エンダーチェストのさ、なんか、
塔みたいのがあるんだけど、あ、作業台がある。意味がわからん。あ、陸だ。やっと陸だ。あ、着いた。陸地だ。見て、やっと陸地に来た。めちゃくちゃ長いんだけど。ネザーゲートある、ネザーゲート。あ、待って、ダイヤモンドがある。ダイヤモンドは砕けない。見たことないけど。なるほどですね、なるほどですね、なるほどですね。なんてダイヤモンド落ちてんの。入ってみるか。ダイヤモンドがさ、まだあるかも。ちょっと釣られて行ってみるか。あ、掘ってる掘ってる掘ってる。やっぱさ、みんなさ、ネザーから行ってみるか。でもネザーから移動した方が早いんだろうな、おそらくな。行き止まりだ。こっちか。こっち側かな。ちょ、まっすぐ進んでみるか。これさ、なんか落とし穴とかあったら怖いな。またリスタートだからね。本当に怖い。あ、でもここさ、これ上岩盤か？ほら、もう岩盤がさ、ここあるじゃん。これ岩盤があるからさ、多分これネザーの限界高度のこう付近だよね、もうここね。またこれも、ある意味、ネザーハイウェイなのかもしれないね。ちょっと何言ってるかわかんない。面白いな。こっからいろんな場所に移動して、みんなそれぞれの拠点を作りに行ってるんだろうね、おそらく。うわ、これ逆に一本道だから怖さあるよね。一本道だからさ、これ人がおったらもう戦うしかないよね。和解できればいいけど。そもそもこのワールドに本当にフロンティアって存在するのかなって思ってき始めたわ、俺。あ、ネザーゲートがある。こっから上がれるよってことか。いや、俺もうちょっと行きたいな。うおぉ、あ、え？え？待って、待って、これ戻ってきてる。これ逆走してた？そんなはずない。いや、逆走してはないはず。どういうこと？一回出てみるか。行ってみるわ。一旦上に上がってみよう。怖いな、これ。あ。どこ？どうしよう。これ一旦上に上がるのもありだけど、逆走はしてないってことだよね、これ。これ鉱山だよね。あ、じゃあ炭鉱か。炭鉱があるのはめちゃくちゃ嬉しいんだけどな。炭鉱があるの本当に嬉しいんだけど、どうしよう。炭鉱探索、いや、炭鉱探索じゃないな。ちょ、俺の目的がな、結局な、拠点作りだからな。移動するか。え、ネザーハイウェイ気になるな、めちゃくちゃ。え、どこ？あれ？あれ？なんで？どういうこと？え、さっきと違うんだけど。エンダーチェストがあって。え、向こうに道がある。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？黒曜石欲しいな。黒曜石ゲット。え、ラッキー。え、黒曜石は美味しいわ。でもさっきと全然違う場所に来たな。もう一回移動するか。え、なんでだろう。戻ってきた？え？なんで？え、さっきの場所に戻んない。どうして？え、そんなランダム性ある？ネザーゲートってそんなランダム性あったっけ？あれ？え？え、なんで？ネザーゲートってさ、え、固定した場所に移動するわけじゃないの？え、どこだよ、ここ。ここマジここどこ？とりあえず地上に出てみるか。待って、海これもしかして。ワンチャン、海臭くない？うおー、待って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 。やばい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 、すごいとこに。やばい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 。あ、危な。え、なにここ。どこだよ。俺どこに来たの、マジで。もう全然拠点探しできないじゃん。拠点探しが思うよりできない。もう本当にこの世界はね、残酷。